先生先生、上司をコントロールするコツを教えてください。上司をコントロール、一番大事なポイントは共通の目標を持つことです。上司と部下って別に敵味方じゃないので、一緒に何をやってほしいのか、この共通の目標があるだけでお互いの足並みが揃って協力し合いやすくなる。ぜひ最初に協力して何をやりたいのか、共通の目標をぜひ持ってください。少しでもためになったらいいね、フォローよろしくお願いします。